ロトロの憎しみ合い、そして因縁の対決に決着がつくでありましょうか。夢のスペシャルマッチ、ブッチャーシークの一騎打ちがこれより始まります。両者の応援垂れ幕です。ゴーゴーシーク、反対側にはファイト、アブダードブッチャーというような垂れ幕も下がりました。札幌中島体育センター最大のイベントを迎えようとしております。アブダードブッチャー対ザ・シークの入場であります。思えばこの2人が決定的に仲間割れしたのが昨年の79年世界最強タッグ決定リーグ戦の最終戦、初優勝のチャンスを逃しました。史上最悪コンビはザ・シークが火炎殺法でブッチャーに火を投げつけまして空中分解。その後アメリカマット界での激しい対立、そして今年の5月2日日本での特別試合もノーコンテスト、そして迎えました80年世界最強タッグ決定リーグ戦は両者別々のチームを作りまして大会に参加いたしました。特にザ・シークの方はブッチャー、この顔、この男、悪の主役アブダラド・ブッチャー、ただ一人をターゲットにしているような感じがあります。今夜もおそらくファン戦慄のシーンが見られることでありましょう。悠々と登場、アブダラド・ブッチャー、ユナイテッドマシナルヘビー級の第6代チャンピオン。まだ悪の対決、相手のザーッとザ・シークがいつの間にか後ろに回っている。ザ・シークが来ました。早くも椅子を手の中に入れまして額に一撃、ベールを脱いだザ・シーク、そのまま大きな体142キロが場外に落ち込みました。まだゴングは鳴っておりませんが両者のスペシャルトリックマッチ、さあ始まりました。ザ・シークとアブドラド・ブッチャーの一騎打ち。アブドラド・ブッチャーの額が早くもパックリと縦に斜めに八つ裂きにされました。激しい流血、ものすごい流血が始まりました。さあ武井さん、大変なことになりましたね。すごいやり取りですね。もう放送席は完全に破壊されまして、その私どもの目前で両者の激しい対立、すごいザ・シークの激しい椅子攻撃でした。アブドラド・ブッチャーの額はもう完全に真っ二つに割れまして、激しい位置がこの場外のシートの上にダラダラと流れています。まあこういう試合はもうしょうがないというふうに思っておりましたけれども、今年の5月2日のノーコンテストのような再現になりそうですね。竹内さん、ダラと同じような展開になってますね。分けるのはジョーフィーシェフリーでありますが、さあザ・シークの手には早くも狂気が入っています。ザ・シークの狂気攻撃、アブダル・ブッチャーの機体に打ち当たりました。この2人過去もチームを作りましたり、あるいは分解したり、いろいろありましたけれども、この果てしなき戦いを見ておりますと、竹内さん、今後もう両者チームを作ることはないでしょうね。これはもうありえませんね。さあ両者の対決であります。リング上に上がりましたのは背中越しザ・シークの表情、そしてアブダラド・ブッチャーは今エプロンに両方の手を乗せましたけれども、相当スタミナをロスしています。場外思い切って叩きつけられました。そしてまた狂気で脳天はガーッとえぐります。すごい勢いで脳天をえぐります。ダラダラと流れる血、アブダラド・ブッチャーです。さあ竹内さん、はい、今夜決着戦ですからね。今のところですね、シークの先制攻撃が完全に成功してますね。はい、まあ、一度はこの両者の本当の実力を私は見たいんです。リング上で正々堂々と戦ってもらいたい、そういうような気がしますけれども、しかしまあ過去の憎しみ合いがありますからしょうがないですが、これやっぱりこういう展開やむを得ないと思いますね。はい、この両選手は現在デトロイト地区、それからジョージア地区と、まあ、テリトリーが違うんですけれども、今年の後半あたりから竹内さん、本当に両者の対決を両者が下げているような感じがしますね。意識的に2人とも下げてましたね。そうですね、なかなかの対決がありません。従いまして2人の対決はこの日本のリング上でしか見られないと言っても過言ではありません。そういうようなスペシャルドリームマッチであります。アブダル・ブッチャーの下へ、思い切ってザ・シークが狂気を突き刺しました。ダラダラと激しく流れる血、またしても血に濡れました。リング上、札幌中島体育センターのリング上、一段とすごい狂気攻撃、ザ・シークであります。何か5月に来た時の狂気攻撃よりももっとすごいですね、ザ・シークは。何悪毒になってますね。そうですね、あの5月2日の後楽園ホールでの特別スペシャル試合は3分30秒ノーコンテストでした。私どもも乱闘に巻き込まれました。本当に命がけの対決でした。今夜は竹内さんね、はい、ニックキザ・シークに対してはアブドラド・ブッチャーのいわゆるこのスーダンの殺し技、ジブソーですか、はい、これが見られるというような話もファンの間からは聞かれてたんですけれども、ちょっとダメージがひどすぎますね。なんとかちょっと心配ですね。それから空手殺法もこれだけ流血いたしますと、アブドラド・ブッチャーもう無理ではないでしょうか。
目が見えなくなってますよね、もう目の中にも真っ赤な血がダラダラともう入っていくのが本当に肉眼で分かります。そして流血の額に噛みつくんです。うわーっとまた刺した、また刺しました、狂気でまた刺しました。激しい流血、アブドラドブッチャータジタジ、一方的にザ・シークが攻め込んでいます。一方的にザ・シークが攻め込んでいます。さあキエーというような、本当に会長のような、これはもうあるいはアブドラドブッチャーがもう苦しさで叫んでいるのかもしれません。叫ぶ声を出しておりますアブドラドブッチャーです。ザ・シークは黙ったまま、黙ったまま、またのっそりとそばに寄って思い切って狂気で額のもう真ん中後頭部のあたりを狙い撃ち、そう今度は喉元に行きましたよ。そうですね、怖いですね、かなり狂気を突き刺してたわけですね。喉を突き刺しています。本当に残酷、一発地獄突きで返す、大変な声援です。ブッチャーのファンもたくさんいます。札幌のファンです。超満員7500人、しかしザ・シークは助走して思い切って喉元へ狂気を刺しました。さすがのアブドラドブッチャーの太い首も右斜めにちょっと傾斜いたしました。さあ今度はヘッドバット、おっとあの体勢から空手殺到いった、地獄突き、狂気が吹っ飛んだ、狂気が吹っ飛んだ、地獄突きの連発。さあブッチャーが生き返りました、ブッチャー生き返りました。今度はトランクス、いやシューズの、さあフォーク、フォークですね、フォーク、フォークを出した。ザーシークの左の腕にフォークを突き刺す、目には目を、そして狂気には狂気を。ザーシークが先に狂気を出したので、アブドラドブッチャーも満を持してフォークを出した。相手はテリーではないザ・シークだ。本当にザ・シーク憎し、アブドラドブッチャーフォークで思い切って突き刺します。さあザ・シークの左の腕も裂かれました、ものすごい出血だ。競技の方は5分が経過いたしました。さあ今度はザ・シークの左の腕、あるいは今夜の対決でもがれるかもしれません。何しろアブドラドブッチャーは142キロの巨体です。その巨体をさらに加えまして思い切って突き刺すんです。あー力を加えた、すごい勢いで力を加えた。そしてザ・シークは完全に動けなくなるように、膝のあたりでシークを動けなくしてますね。完全に動けなくしてますね、完全に動けなくしてますね。だらだらとまたまた血が流れます。そしてちょっと距離を取っておいて思い切ってフォーク攻撃、フォーク攻撃、アブダラドブッチャー全体重を預けました。だん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 頭が下がってまいります。これが表情、ザ・シークの表情、左の腕からものすごい流血、ザクザクです、ザクザク流れる血、いやー怖いです。放送席にだんだんと寄ってまいりました、非常に怖いです。放送席の目前にザ・シークがすっ飛んでまいりました。もう10本以上の切り口ですね、もう10本というか 2,30 本の切り口ですね。すごいですね、本当にすごいですね。もう完全に左の腕は使えないと思いますが、右手一本で椅子をリングの中に思い切っていきます。今度は待っておりました、アブドラドブッチャー。さあ腕のあたりに思い切ってフォーク攻撃でやります。ちょっとザ・シークが、控室の方に戻ろうとしておりますが、ちょっとあるいはどうなんでしょうか。あっとジョーヒグジェルヒーがまたリングの中に上がれとファイトを命じます、ファイトを命じます。本当にすごい因縁試合を迎えました。スペシャルドリームマッチ、7500人のお客様がこの血塗られた構想にですね興奮して、ちょっと大騒ぎになりますと大変なことになりますね。もう青ざめてますからね、あくまでもお客様は冷静に見てもらいたいというような感じがいたします。リングの中に入りました、ザ・シークがリングの中に入りました。狂気はどうでしょうか、両者の狂気はどうでしょうか。さあ今度は空手の極意チョップを見せましたアブダダブッチャーです。勝負は再びリングの中に戻りました。今日はいわゆる決着ですからね。そうですね、さん、やっぱりリングの中でやってほしいですよね。本当ですね、やっと両者はリングの中、ここで実力、技対技との勝負、一度は見せてもらいたい、そういうような気がいたします。さあ引き戻しましたが、今度はおっと反対側の花道を取りまして、グレートメフィストが来た、ザ・シークのパートナーグレートメフィストが来た、アブドラドブッチャーのパートナー、今日は田端の姿はありません。2対1の攻撃になりました。2対1ハンディキャップマッチ、アブドラドブッチャー、さすがのアブドラドブッチャーも2人の攻撃でだん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 大きなお尻が今鎌田が入ってまいりました今来ました、パートナー。さあ世界最強タッグ決定リーグ戦のような感じになりました、構築戦のような感じになりました。いつの間にかタッグマッチになっています。4人の選手が大暴れ、ザ・シークとグレートメフィスト、リングの外、リングの中はアブドラドブッチャー、今日は鎌田が今立ち直りを受けまして、アブドラドブッチャー、
いや、ザ・シーク反則が取られましたか。ブッチャーの反則勝ちですね。反則勝ちですね。ザ・シークの反則が取られまして、夢の対決アブダラズ・ブッチャー反則勝ちで、ひとまずザ・シークを葬りました。勝負の上では勝ちました。アブダラズ・ブッチャーとザ・シークが、しかしまだまだやります。ザ・シークの左の腕は血だらけ。アブダラ・ブッチャーの額はもちろん血だらけ。これをコアノアと取り囲みます。7500人札幌のお客様であります。さあ、大変な騒ぎになりました。札幌中島体育センター、再びリングサイドにやってまいりました。他のパートナーは手を出しません。またしても1対1の対決。さあ、お客様の中に割って入ります。アラビアの怪人ザ・シークのものすごい競争、これを後ろから追いかけます。アブダラ・ブッチャーです。さあ、2人のいがみ合いがまた始まりました。お客様の椅子、全くお客様がいなくなりました。ゴワゴワと、もう椅子は空席であります。ゴワゴワとこれを取り囲んでおりますお客様です。絶対に手を出さないように。さあ、ザ・シークはどうやら2階席に上がってますね。2階から3階席の方に上がっていきました。2階から3階席の方に、今日はもう天井のもうスレスレのところまでお客様がいっぱい詰めかけておりますけれども、ここに飛び込んでいきました。今見えましたのは SPB カメラ、札幌テレビの第3カメラでありますが、ちょっとカメラマンに脅しをかけております。これがそのカメラで捉えましたザ・シークの表情です。いやー、すごいですね。目の前で見ますとね、あれだけ作ってまだこのスタミナですからね、そうですね。カメラマンは睨みつけます。そしてカメラは切り替わりました。アブダラ・ブッチャーがニコッと笑いました。反則勝ちを拾いましたけれども、目の対角線上にまだシークがいます。シークがドレッシングルームの方になかなか引き上げませんので、ここでまたアブダラ・ブッチャーがのしのしといきました。勝負の方は反則勝ちを拾いまして、ひとまずアブダラ・ブッチャーの勝利をお伝えしております。のしのしといきます。さあ、これを待ち受けておりますザ・シークでありますが、さあ、またしてもカメラマンのイントレの上に両選手がどうやら乗っかったんでしょうか。ちょっと仕事になりません、札幌テレビのカメラマンです。しかし冷静にこの両者の対決をカメラに収めています。さあ、またしてもやります。場外、なんとアブダラ・ブッチャーが左、そして右側がザ・シークであります。なんかこうお客さんの中に入っていきますと、私は5月2日の後楽園ホールをスーッとこう思い出しますね。そうですね、あの時は大変でしたからね、まあ、もう絶対にお客様は後ろに逃げることですね。そうですね、絶対に レスラーには手を出してはいけません。近づかないことですね、はい、そうですね。さあ、ワナワナとクロエルまでザ・シークを睨みつけます。勝負の方はひとまずご案内しました通り、アブダラ・ブッチャー、ザ・シークの反則勝ち、反則負け、アブダラ・ブッチャーが勝利を握りました。